ぱプッシュアップですね。プッシュアップについてちょっと簡単なことやっていきたいと思います。同じプッシュアップといっても、いろんな解釈といろんなやり方があります。で、まあ、プッシュアップってもうかなり広がりのある練習なんですね。で、大雑把にものすごくざっくり分けると2種類になります。でその2種類をまあさらに分ければいくらでもあるんですけれども、要は何をテーマにするかっていうことでやり方が変わるっていう話ですんで、一つはこうやってそこに曲げちゃっていいよってやり方ですね。こう腰が落ちてますね、もう体背骨がだらんとしていると、なんでこうやってやっていくみたいな、こう背骨リラックス、全部リラックス、でも全身リラックスで、こうどこにも緊張が入らないようにっていうやり方が一つ。あともう一つはこうやって体が曲がんないように、こう踏み切りとか裁断機のように上がったり下がったりするっていう、まあ、やり方ですね。で、まあ背骨がもう本当に全身のゆるゆるであるとか、この腕の緊張がどういうふうに背骨にこう拘束をもたらすかといった緊張をまあ意識してよりリラックスを重視するっていう場合は、こういうふうにやったらいいかもしれないし、あとまあ姿勢ですね。あるいは姿勢をまっすぐにするっていうことを意識してるんだったら、こういうふうにまっすぐやったらいいかもしれないし、で、まあどっちかを自主トレでやるって言ったらまっすぐの方です。なんでかっていうと、まあこっちの方が楽なんですね。で、人によってまっすぐやろうとしてもこういうふうになっちゃって腰が落っこっちゃう人もいるんで、だったらもう全員最初はこのまっすぐ、裁断機や踏み切りみたいにこういうふうに動くプッシュアップの方を優先してやると、まあ、背骨をリラックスさせるのは、まあ、その後からでもできますんで、まあ、やってみてください。